にゃんせよ。今日はちょっ と,、うん、といつも子供たちがだいたい9時くらいに、うん、ちら侍みたい、神侍みたい9時ぐらいに我が子は寝て、でそこから結構、うん、何お互い自由に、まあ、一人一人過ごすこともあれば、うん、こう結構一緒にドラマ見たりとか、うん、なんか些細なことで、うん、結構話が始まっちゃって長い話とか、うん、あの例えばうちらがよく出るのは子育ての話だったり、うんうん、まあ、お互いの国同士の話だったりって、うん、結構あの2人で話すことが多いと思うんだけど、なんか、うん、そうでも気づいたのが、うん、なんかうちらってこうお互いの思い出話と か,、うん、なんか昔話っていうのを、うん、多分そんなしたことがない気がする、今まで昔の話、あなんか例えば、うん、なんか、うん、あ昔こういうところ行って楽しかったよねと か, なんか子供、うん、常になんか子供がいて、うん、まあなんか韓国ってこうだよね、日本でやってこうだよねっていう話で結構盛り上がるけど、うん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 、なんかお互いの話ってなんか二人きりになってもそんな、그런거같긴하네、うん、話したことがないから、うん、なんか今日はちょっとやってみたいことがあって、うん、なんか純ちゃんがどれだけなんか私とのまあ思い出だったりとか、うん、私が過去に結構いろいろ話したこと、うん、何回もこう話題に出てる話をなんかどれだけ覚えてるかっていうのをそうそう、何も聞かさ何も純ちゃんは今回聞かされてないからあれだけど、あに、うん、なんか結構うちらのほらコメントでさ、なんかお互いの思い出がちょっと食い違ってたり、公開ね、公開、誤解覚えてないよねっていうコメントもあったと思うんだけど、うん、多分本当そのまんまで結構覚えてなかったりとかが多いと思うから、まあ、今回ちょっと私から、まあ、10個、うん、一応絞って、うん、10個も、うん、あでも簡単にサクサクサクっとこうできるやつを10個用意したから、あ、まあ、なんかそれをこう答えてもらおうかなと思って、ちょっと今回は何も決めない、別に何もない外れでしたっていうでこれ今回はこれはちょっと何、お兄ちゃんのこのフリップというか、もう色もかり準備大事、なんかホワイトボードがちょうどあったのでこれを借りて、うん、まあ、私がなんていうの、クイズ出したら、まあ、じゅんちゃんを書いて、で私はもうこっちに書いてあるの、答えを書いてあるから、せーのでパッて出すみたいなっていうのをやってみたいと思います、はい、ちょっと携帯にねメモったから、私はちょっと携帯を見ながら、携帯を言ったの、はい、じゃあ、はい、行きたいと思います。こういうのもやってみたいなと、はいはい、じゃあまず一番最初の簡単ね、うん、一番最初にデートした場所はどこでしょう。お、一番最初、こう結婚する前出会って、うん、一番、まあ、デート、まあ、デートだよね、デート、二人っきりでみんなで飲んだのはもう別として、二人っきりで一番最初に会ったとこはどこでしょう、うん、はい、オッケー、それでいいね。あ、これでいい、はい、そっちに見せるんだよ、これじゅんちゃん、このままだと見えないよ、うん、いくよ、せーの、はい、じゃん、正解は、いや、待って待って、じゅんちゃんは何、なんて書いた、ディズニー、はい、違います正解は新大久保の居酒屋で、じゅんちゃんはなんかどっか居酒屋、うん、居酒屋、夜にあったの、なんかじゅんちゃんは、私覚えてるのが、純ちゃん違う人とちょっと約束があって、うん、で、なんかその人の約束が4人で飲んだのが初めてじゃない、だからそれは違う、今2人って言ったじゃん、純ちゃんがちょっと黒 の,、うん、あのライダースみたいなの着てて、あ、ライダースまでじゃないな、そういうの着てて、うん、あの誰かと会った後にこうちょっと時間が空いたっていうんで、で、こう新大久保の居酒屋に行きました。はい、次、はい、じゃあ2問目、はい、1問目からも簡単じゃ、簡単じゃないよね、え、嘘、簡単じゃないよね、そう、1問目からちょっと調子が悪いですね、それは全然覚えてない、え、でももう、あ、そう全然覚えてない、はい、じゃあもう2問目からちょっと難しくなるもう簡単なやつはないからね、はい、じゃあいきます、2問目、いやいや、じゃじゃん、緊張するわ、結婚
する前に、じゅんちゃんにされて、一番恥ずかしかったことは何でしょう。いや、そういうの俺に聞く？いや、レイナの気持ちをどうやって分かる？お思い当たるやつにしてじゃん。あ、こういうなんか俺が恥ずかしい？レイナが恥ずかしい？いや、私なんかしかもそれはなんかキュンっていう恥ずかしいじゃなくて、うわ、ちょっと恥ずかしいっていう感じのテンション。いや、これはなんかね、書く？書くよ、書かないと悩んでるね。結婚する前だからね、あ、待って待って、あ、いいよ、はい、はい、行動だよ。行動だの？あ、じゃあ待って、これも行動じゃん。あ、行動？はい、行くよ、あっちに向けてね、はい、せーの、はい、じゃん。何これ？あ、じゅんちゃん読んでみて。好きだよ。それはどういう意味？言った時。あ、じゅんちゃんが？お、違う。ブブー。正解は水族館で両肩をつかまれて歩いたことです。ああ、覚えてる？こんな感じ？あ、そう。え、覚えてる？覚えてないよ。覚えてないに立ってても、いや、なんか超気持ちをどうやって。違う違う、まあ、カップルだったら、まあ、これはあり得るでしょ。こういうのがなんかさ、結構さ、韓国人同士のカップルってさ、日本人のカップルよりちょっとスキンシップが多いじゃん。なんか割となんかこうやって歩いてたりさ、腰持ってたりするけど、なぜかなんかじゅんちゃんは、こうなんか電車、日本でいうなんか子供が遊ぶ電車ごっこ、よりちゃのりよりちゃのりやつ、電車にこうこうやってやって、でなんか、はい、次行こうみたいな。私はめっちゃ恥ずかしかった、言えなかったけど。それがなんで恥ずかしい？え、何してんのって思った。だってなんか、本当、何回かの、何回目かの、びっくりの恥ずかしい。いや、やめての恥ずかしい。やめての恥ずかしい。自分で歩けるよって感じ。好きな恥ずかしいを言ってよ。何でしょ。好きな方がいいでしょ。そうだね。はい、じゃあ次3問目、じゃじゃん。いや、これじゃもうゼロじゃん。あ、じゃあこれは、これは分かりそう。私が結構こう言ったことがあるから。はい、結婚する前に純ちゃんからされて一番印象に残ってる嬉しかったことは何でしょうか。え、言ったの？これ俺に言ったことある？まあだから結婚してからはさ、なかなかこういう話をしてないからあれなんだけど、まあ言ったよ、言ったし、結構この話はしてた。何の話だっけ、全く覚えてないな。やばい、これはもう本当ゼロになる確率がある。うん、だってリーナの。いやいや、でもこれだって話に出てる話だもん。話に出てるな、じゃあヒント、ヒント、あ、ヒント、ヒントは、あの、じゃあもうめっちゃヒントね。もう絶対もうこれを言ったら分かっちゃうぐらい。嘘、言ってよ、言ってみ。あ、私が友達と、ほら、大阪に行っちゃう前に純ちゃんと会ったでしょ。おー、ディズニーで。その時の出来事、その時に起きた、その日に起きた出来事。いや、めっちゃヒントだよこれは。もうなんかそこでピンとくるもんね。問題が何だったっけ。え、問題が何だったっけ。怖っ。だからなんか私が今まで付き合う、あ、結婚する前に純ちゃんにされて一番印象に残ってる嬉しかったこと。あ、嬉しかったことなの？びっくりしたことは聞いたんだけど。いやいや、あ、まあ驚いたし嬉しかったこと。まあ驚いたのももちろんそうだけど、私がされたことだよ、純ちゃんに。うん、うん、はい。傘を、うん、言葉に言わないで、これん書いて。悩むことじゃないんだけど。だから嬉しいよって言ったっけ。言った？いや、その場では言ってないけど、その後に何回も話出てるよ。何だったっけな、なんかカップルがなんかかかってんじゃないの。早く書いてよ。ん、多分違うから早く書いて。もう答えを出したいの、早く。あ、これ。いやー、それはなんか
普通にありえることだから、そんはい、じゃあもうダメだよ、変えたから、せーの、はい、じゃん、傘を差してあげたこといや、それは雨降ってたらやるでしょう、お互い傘持ってなかった。正解は大量の電池です。大量の電池、うん、覚えてない、私はその日友達と、ま、大量の電池、電池、電池、私はその日あの純ちゃんと会った後に、うんうん、もう友達とそのまま大阪の方に行く予定だったんだよね、そうそう、うん、だったんですけど、うんうん、なんかそれでもう充電がなかったのね、充電もその時にバス、夜行バスで向かうので、そうそうそう、新宿まで一緒に行ったじゃん、で充電がもうなくて、うん、あ、まあなんか、あ、ちょっともう連絡、こうホテルに着くまで、うん、宿泊先に着くまでちょっと連絡が取れなくなるかもしれないって言ったら、うん、まあなんか飲み物買ってくるとかって言っていやでもそれも言ってないわ言ったよ、で飲み物買ってくるって言って、あ、コンビニでね、まあ、そうそう、うん、あ、じゃあ行ってらっしゃいみたいなこと言ったら、うん、まあ、飲み物ともう大量の電池で、え、どうしたのって言ったら、まあ、私がその時たまたまその電池でこう充電できるやつを持ってて、家族にそっち、うん、それをなんかじゅんちゃんがそれ見て、うん、多分、あ、電池があればって思ったのか、うん、充電できるよねって、そうそう、でそれをなんか私え、どうしたのって言ったら、うん、あ、まあ、これこんだけあれば充電して連絡取れるでしょって言われて、あ、ちょっと感動、うん、感動だし、まあ、驚いた、素直に嬉しくて、嬉しくて、あ、嬉しくて、すごいなって、うん、いやそれがなんでディズニーでのあれじゃなくて、なんかディズニーでもっとなんかラブラブしてた、いやいや、ディズニーで私一緒になんかこうあの馬の回るやつ乗ってたり、ね、えディズニーではじゅんちゃんがもう行列に耐えられなくて、あ、もうあっちこっちこっちこしか思えてない、それは最初の段階でしょ、うん、で、あの 俺の逆に質問、うんうん、俺の、頭にすごい残ってるのは、うん、多分写真も撮ってたと思うんだけど、うん、あの午後になって雨だったじゃん、うん、その時に、うん、でお互いその傘がなくて、うん、傘がなくてすごい雨で、うんうん、なんかこう全部濡れちゃって、うん、びちょびちょになってんのに、うん、でもその時の俺 の, あのこう記憶はね、うん、でもずっと申し訳ないっていうのがもう、うん、遅れたし、ね、うん、頭にあったから、その時にやっぱこう傘でもなんかさしてあげなきゃっていう、うんうん、それがことしか頭になくて、うん、その時に覚えてるよ、あ、その時になんかもうレイナーなんかもうあの、うん、全部ピシュピシュだったのに、うんうん、なんかそれでもなんかこうすごいこう笑ってくれた、うん、それがなんかすごい、でもなんかそれ私の嬉しいことではないじゃん、そうそうそう、どういうの、俺がそうそうだね、俺が嬉しかったのは、うん、なんかそんななんか散々だったのに、うん、なんか一回もなんかこうあのなんかこう嫌な顔しなくてなんかすごい笑ってくれて、なんかあ、私楽しかったよとかずっと言って、うん、くれたのがもう未だにもね、うん、じゅんちゃんのでしょ今これ私クイズなんだけど、あ、いや、そういうのは、うん、いやでもそれはやっぱそう知ってたと思うよ、だってあの、うん、もうそういうなんか充電できるやつ持ってたとして、いやいや、でもあれはすごいうわって思ったね、私の中で、はい、じゃあ次、あ、はい、じゃあ次はもうなんかうちらのことではなくて、うん、まあなんかこっちでの生活のことね、生活、うん、の問題もちょっと出します。あ、でもこれは簡単かも。結構難しいね。あ、見てない、見て、はい、ちっちゃいから。じゃあ次。